はい、どうも皆さんこんばんは。今週一冊です。今日は第323冊目になりますけど、今11時ちょっと前ですか、日曜日のね。だいぶ配信が遅くなって申し訳ございません、ちょっとあんまり聞きが良くないイリア君ですけどね。おりますか？はい、でこっちおりますかね。はい、よっこらちょっと、じゃあ後ろの方でバックグラウンドイリアってことでちょっといてくださいね。ということで323冊目になりますけども、今日はですね、一冊はこれになります。すみません、バタバタと申し訳ないですね。なかなか Kindle はうまくいかないんですね。これですね、ブレイディ・ミカコさんの他者の靴を履くという本ですね。ブレイディ・ミカコ、僕はずっとフレディだと思ってたんで、エルム街の悪夢がどうしても頭から離れなかったんですけど、彼女自身はイギリスなので、アメリカではなくてイギリスにずっと住んでる方なんですね。で、まあアルヒブになってから、まあライターとコラムニストになって、日本語で本を書いて活動してるって方なんですけども、だからある意味でですね、僕の中ではこの方っていうのはですね、テルマエロマエの原作を書いた山崎真理さんっていらっしゃいますでしょ。あの方となんか感覚的には、あの感覚、僕の中の感覚では同じような感じのタイプの作家っていうイメージがありますね。それでこの方がブレイディさんですね。ブレイディ・ミカコさんですね。それからこの方は山崎真理さんですね。で、まあ彼女なんかは、僕はだから印象深いのはやっぱこのテルマエロマエなんかすごい印象深いんだけど、やっぱ彼女はイギリスのイタリアです。イタリアの国にずっと出かけて、まあ、向こうで子供さんができたりとか旦那さんがいたりして、向こうで生活してるっていう人ですね。で、まあかなり若い時から、高校生ぐらいの時からいろんなとこ出かけて、世界中いろんなとこ出かけて、こういう万有録なんかも書いてますし、まあ、いろんな人とお友達がいるので、対談集ですね、こういう対談集なんかも出かけてるわけですね。こうやってね、あります、うん、あるいは多様性、まあ、やっぱりどうしてもこの2人の性に共通するところというのは、日本人で女の人 で早いうちから外国に出かけていて、外国で長いこと暮らしてるっていうところが共通点なんですね。で、そこからまあ日本を見るってことが、ちょっと今までの日本人とは違った形で離れたところから日本を見ることができるっていう、まあ、そういう視力の広さみたいなのを持ってますね。まあ、こういう多様性を楽しむ生き方とか、まあ、彼女は多様性のことをあちこちで言って、まあ、世界の果て、まあ、キューバに行ったりとか、いろんな国で活動してまして、漫画描くのはまあ経済的な理由でやりだしたみたいですけどもね、まあ、これなんか立ち止まってる感、これはいい本ですね、これね。いつかこれ紹介したいと思いますけども、山崎真理さんのね、立ち止まって考えるなんてありますね。で、最近はこう鳥見木と一緒に、まあ、2人でこうバンドでもやってるんですけども、この、プリニュースっていう本、全10巻ありますが書きましたね、これね。まあ、ということで話題になっている本ではありますけども、そういう人であります。で、一方で、ブレディさんの方ですけども、ブレディさんの方はかなり若い時にデビューしてるんですけど、やっぱり一番有名な本はこの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうね、自分の息子さんとがイギリスに行って、まあ、帰国しようですよね。帰国しようって日本に帰ってきてないんだから、まあ、イギリスなんだ。イギリスにいる日本人として自分がどんな存在かってことを学校で日々体験している、そのことが書かれているノンフィクションスタイルのフィクションになってますけどね。最近これ第2巻続編も出て完結編ということで、まあ、両方合わせて30万部ぐらい売れてるのかな。これで、まあ、ブレディ・ミカコの名前有名になって、まあ、僕もこれで知ったっていうところがあるんですけども、もともと幻のデビュー作ってのはこの花の道はノーフューチャーというね、本があります。2005年かなに出た本なんですね。それにしてもそんなに昔ではないですね。あるいはこう This is Japan という本とか、やっぱり日本というのをどう自分が考えるか、労働者階級の判断、これイギリスにやっぱりいるとどうしてもこういうこと、政治的なことに関わらざるを得ないですね。自分が生活するということがやっぱりそういう問題とどうしても直結することがあるので、まあ、こういうものを書いてて、まあ、これはやっぱり海外に暮らしてないと見えないところありますね。女たちのテロとかね、女たちシリーズが多いんですよ、この女たちのポリティクスとかね。こういうことがあって、まあ、結構複数形で女たちになってますけども、まあ、彼女自身は自分のこと、意見をこう的確に述べてるわけで、この他者の靴を履くっていうのは、実はこれももともとね、僕はイエローでってやつの本の中にあった息子さんが出てくるところで、まあ、そういうに学校で授業を習った時に他者の靴を履くことっていうのがエンパシーだってね、エンパシー、共感するってエンパシーのことだよっていうことを教わるわけね。で、それで、まあ、自分で、そういうことを考えなきゃいけないなと思ったっていうところから話が始まったわけですね。で、ところで、この本はサブタイトルはアナーキックエンパシーの勧めって、アナーキックエンパシー、つまりアナーキズムとエンパシーっていう一見相合わないような考え方を結びつけたようなものですね。だから、まあ、端的に言ってこの本の結論は何かというと、アナーキズムですね。誰でも自由になればいい、あるいは階級差をなくそうとかね、そういう自由になろうという運動と、運動というか運動方向と、
あるいはことエンパシーです。エンパシーというのは、まあ、シンパシーと違って、まあ、どんな立場であってもとりあえず自分がそれを認めると、認めるために相手の靴を履かなきゃダメだ、自分の靴を脱いで相手の靴を履かなきゃいけないけど、相手の靴を履くことによって、まあ、それを認めるようにするということで、まあ、どんなものでも飲み込んじゃうような、そういう考え方をエンパシーと言いますけども、こういうエンパシーとアナキズムっていうのは共通項が多いということですね。それを、まあ、ルール論じた本ではあるわけですね。でそのために彼女は例えば、まあ、いろんな本を引用してはいるんですけども、すいません、時間かかって申し訳ございません。例えば最もよく引用しているのがポール・ブルームの反共感論ってね、反共感、その共感って言葉に対してちょっと異議を申し立てをしている本なんですけどね。これは後でも出てきますけど、やっぱりこのエンパシーっていうものに対して、エンパシー、まあ、相手の立場だってものを考えるというか考えれば、一見ね、まあ聞こえがいいような言葉に聞こえるかもしれません、見えるかもしれないけども、実はかなり大きい落とし穴がいっぱいある。まあ、具体的に言えば、相手に取り込まれちゃうからね。で、いわゆるサイキックな人ですね、サイコパスとかいう人が、まあ、今、最近はサイコパスやソシオパスとか4タイプがいるみたいだけど、そういう人たちなんかは、うまいこと相手の中に自分を取り込ませようとするわけですね。自分が、相手が自分の中に入ってくることをうまいこと誘導するわけでしょ。でそれがサイコパスになることなんで、まあ、そういうこともあるので、実は共感そのものがいつもいいわけではないということをルル論じてるわけですね。まあ、そういう本もあるし、あるいは日本語には翻訳されてないけども、これペンギンブックスの、ネットディルージョンというね、本があったりする。こういう本とか、あるいは、サイモン・ベーコン講演のですね、ゼロディグリー・オブ・エンパシー、エンパシーのゼロ度ですね。これもエンパシーを、まあ、ある意味では批判的に論じてるんですけど、さっきの本とは違った立場からエンパシーを見てるわけですね。あるいはこれもそうですね、ダークサイド・オブ・エンパシー。こうやって見ると分かるようにですね、実に英語の本ではですね、エンパシーというものをですね、かなりいろんなサイドで、捉えているわけですね。まあ、日本ではエンパシーもシンパシーも同じに共感とか言っちゃうんですけども、だからこれが鼻持ちならないところは日本語の文脈としてはあるのかもしれません。シンパシーもエンパシーも同じように考えちゃうからね。シンパシーというのは、まあ、とにかく相手の気持ちになっていくということで、これは感覚的、感情的に、まあ、そういうものをやっていくわけですね。シンパシーは。で、エンパシーというのはもうちょっとコグニティブ、エンパシーって言葉があるんだけど、認知的なエンパシーですね。つまり相手たちは考えるわけですね。靴を履くっていうのは思考することになりますから、相手の靴を履くっていうのは。で、相手の靴を履いて思考していて、それでまあ自分がどういう立場にあるかってことをこう相対的になりながら、相対化しながらですね、それで自分の活動っていうもの、あるいは自分の生き方みたいなのを決めていくってところに特徴があると思うんですね。そういうものがエンパシー、特にコグニティブエンパシーって呼ばれるものですね。ものなんで、まあ、本質的にシンパシーとエンパシーは違うけども、日本語ではなぜか共感って言葉で訳されちゃいますね。僕は共感って言葉が共有って言葉とか絆って言葉とかって正直大嫌いですね、これね。その言葉を言ってしまったらもうなんかあれでしょ、殺し文句みたいなもんで終わってしまいますよ。そこから先何も論じなくなっちゃうよね。これ共有しようねとか共有しますねとか、これ共感できるよね、できないよねってこととかね、これは絆だとかで絆になっちゃうよね。だから言った瞬間それが全部そこでもう閉じてしまうんですよ。そこから先何も議論の枠が広がらないってところもあって、僕はそういった表現ってのはちょっと苦手だなって感じがあるんですけども、まあ、この共感っていうのも同じようにそうなんですよ。ところが彼女のブレディ・ミカコさんのね、この、まあ、本を読むと、やっぱりこの共感ってことはもうちょっと違う形で、まあ、理解することもできるんじゃないかってことも言ってるわけですね。もちろん共感の中にはなかなかね、分かってもらいにくいもん、例えばサイコパスみたいに入ってしまう、あるいはトランプなんかいい例ですね。トランプ大統領ってのは何であんなに受けたのかって、トランプは非常に、まあ、自分自身は暴力的で乱暴で差別的な存在ですよね。だからそれはある意味エンパシーの能力が強い人はそっちに行っちゃうんですよね。エンパシーの能力高い人の中にもともとあるような暴力的で、あるいはそういう差別的なものの感情みたいなのを仮に全部やってくれてるわけですよ、トランプが。だから自分とトランプが同一化しちゃうんですね。でそれは非常に危険なことなんだけど、まあ実はこれはサイコパスの人はみんなやってるわけで、だからあれですね、羊たちの沈黙に出てくるね、博士とか、なんかもそうだしね。だからみんなそういう形で、自分を取り込ませてしまうわけですね。そういうこともあるので、だからまあエンパシー、共感するってことは、その共感の感度が高い人にとってはですね、非常に危険なものではあるんだけども、まあ一方でもそう共感しないと他人の靴は履けないわけだから、他人の靴をちゃんと、自分の靴と他人の靴を、自分の靴は脱ぐ、他人の靴は履くっていう、そういうところがちゃんと明確に区別してね、やることができれば一番いいんじゃないのかなっていう、ことがありますね。だから例えば彼女が例に挙げてるのは、どっかのフリースクールかなんかでは、赤ちゃんですね、赤ちゃんはまあタイニーティーチャー、まあちっちゃな先生というふうに言ってですね、赤ちゃんをグリーンのね、ブランケットの真ん中に赤ちゃんを一人置いてですね、その赤ちゃんに対してのみんな車座に座ってね、でいろいろ論じ合うわけですよね。でまあいろんなことを
子供のことを話したりとか、子供は今何を考えてるかっていうのをみんなで言ったりとか、どんなことを考えてると思いますかとか言ったりして、まあ言ってみればその赤ちゃんの靴を履くわけね。それでまあ他人への、慈しみとか他人への共感とか他人への理解っていうものを深めていくようなことっていうのをやろうとしてるわけですけども、まあこういうやり方ではなかなか日本ではねつかないですね。やっぱりなんかみんなで協力してやり合うってことがなかなかできなくて、だからそういうことがなかなか難しい文化になってるとこあって、でもそうは言ってもやっぱりそういうのやっていかなきゃいけないよねってとこがあるんですね、うん、だから例えばほら3.11 とかなんかの時にはいっぱいボランティアが出ましたね。ボランティア断らなきゃいけないぐらいボランティアの人が全国から来るわけだけども、あれはある意味で共感にであるんでしょうかね。共感と言っていいのかな、共感の押し付けと言っていいのか難しいとこがありますね。レベッカ・ソルビットっていう批評家がですね、災害ユートピアって本を書いてて、この本の中にも出てきますけども、やっぱりこの災害時になるとみんなそういう人が出てくるんですね。みんな自分が何かできないかどうかってね、彼女が言ってる中で一番レベッカの本ですごいね、 9.11 の後に街中にですね、そういう人が溢れたら何か自分にできることはないかってね、助けを求めてる人じゃないですよ。助けを求めてるんじゃなくて、助けを救いを与えようと思う人で街が溢れてたらしいですね。でそういう恐ろしい、ある意味恐ろしい事態ってのが起こるわけで、だからそういう共感の押し付けというかね、なんかそういうものってのは 3.11 や 9.11 なんかの時に我々は具体的に知ってたわけですね。だからそういうことが本当にいいことかどうかって、ボランティアってものが本当にそういう意味で成り立ちうるのかどうかっていうのは難しい問題だと思うんです、実はね。だから必ずしもそういうことに共感してることが、まあ全てがいいことかどうかわからない、問題はバランスですよね。そのバランスをどう取っていくかってことが重要なんじゃないのかなってことが、まあこういう本の中でルール言われてますね。で僕はこの本でまあ結構勉強になって、まあこれはさっき挙げた要所何個かも何冊かも紹介してくれていて、非常に彼女は本の読み込みが深い人でね、実に緻密に読んでくれて、でそれぞれの本についてうまくまとめてくれて、でなおかつそれをうまく論じて比較してくれてるという意味では、とてもいい本だと思うんですね。でこのやっぱり私自身を生きるとアナーキズムがやっぱり他者の靴を履くということを矛盾しないように、まあ、世の中に成り立ってるということを、まあ、説明するために、例えばちょっと古いんです、クロポトキンとかね、ロシア革命の前ですね、マルクス・エンゲルスに影響を与えたクロポトキンね、アナーキストです、有名ですね、この三陸を。ソーシャリズムとかね、そういうのもアナーキストって有名だけど、アナーキストのクロポトキンとか、まあ、彼らにとっては相互扶助っていうのはアナーキズムだって言い方するんですね。アナーキズムっていうのは全てを破壊させるとか全てを無に帰するとか、そういう暴力的なもんではないですね。自由を獲得するためにいろんな階級闘争を行っていくのはアナーキズムの本質であって、だから本当はできるだけ相手の立場に立ちたいんですね。権力者の立場に立ってはダメですよ、自分が権力者になっちゃうからね。でもそうではなくて、労働者の立場にずっと立ち続けるとか、民主の立場にずっと立ち続けることがアナーキズムの中で最も重要なことなんですね。相互扶助でお互いに助け合うわけですね。だからこれもレベッカの本の中に書いてあるんだけども、やっぱ災害が起こるとですね、みんなそうやって突然もう国家とかね、行政とか全く役に立たないわけですね。 3.11 とかそうでしたね。だからみんな町ぐるみとかグループぐるみで仲良しになって、食事をみんなで分け合ったりとかね、いろんな場所を提供したりとか、トイレを作ったりとか、そういうことをみんな行うわけですね。まあ、必ず得意な人がいるからね。そうやってまあ集団がうまいこと出来上がっていって、まあ共感の構造っていうのはものすごくよくできるんだけど、これが一旦ひとたびそういう災害が終わってしまって沈静化すると、また非常にクールな世界というか冷たい世界っていうものが待ってるわけね。で本来はいかなる世界においてもそういう共感っていうものがあり得るような、起こり得るような世界っていうのを準備されなきゃいけないけど、非日常の方が共感性が高いんですね。日常の境界線が低いっていう、まあ、ちょっと逆転現象が起こっているというのは面白いことかなと思うんですが、クロポトキンなんかこの相互扶助っていうね、お互いに助け合いっていうものを、まあ、アナーキーな世界の中でってことは、これ多分非日常なんですよね。社会とか国家とかっていう、まあ、階級闘争を全部なくしてしまって、お互いに助け合って生きていくっていうんでしょ。だからそういう意味では非日常的な世界っていうのが想定されていると思うんだけど、でその中でやっぱりアナーキズムって実践して相互扶助っていうのを行っていくってことがあるので、まあ、実は共感する共感し合うってことで、アナーキズムっていうのは矛盾しないものなんですね。あるいは、まあこの彼女はとてもいい本を紹介してくれたんですけど、例えばこれ僕思わず買っちゃったんですけど、金子文子さんというね、社会主義者で23歳で死んじゃった、関東大震災の後で死んじゃった社会主義者が書いた獄中に来たんですけど、まあ、彼女は何冊か本も書いてるんですけど、若くして亡くなってしまったんでね、まあ、パクヨルっていう、まあ、朝鮮人の社会主義者と一緒に活動していて、まあ、関東大震災の後に捕まって、で、まあ、死刑が言われたんですけど、まあ、天皇の恩赦によって、まあ、無期懲役かな、なんか釈放かな、なんかなるんだけども、彼女は天皇 の恩赦なんかいらないって言って、まあ、医師、首つって死んじゃうんですね。これ自殺なのか殺人なのかよく分かんないけど、まあ、それで死んでいくわけですね。で彼女自身は全然こう例えば文字の読み書きたのずいぶん遅れたりとかね、して、まあ、教育水準は非常に低いところの生まれなんですね。あるいは
あの親戚に大変いじめられてですね、まあ、非常に暗い子供時代を過ごしているんだけども、まあ、それでも死なずに生きてきて、まあ次から次へとその相手の立場に立ってものを考えるってことだね。そういう知性は持ってたんだね。でそういうことをずっと金子由美子ってやってたってことで、まあ、何が私を交差したかって、まあ、彼女にとっては日本人のそういう虐待してくる おばさんとかね、おばあちゃんとかそういう人たちよりも、まあ、朝鮮半島に渡って向こうで世話になった家族とかとも知り合いの方がはるかに自分にとってはあの、まあ、親しみやすいね、温かい家族だったわけですね。まあ、そういうまあちょっと逆転現象はやっぱりここでも起こってるんで、そこでまあそういうところで彼女は共感ってものを覚える。もちろん共感って言葉を具体的に使ったわけじゃないんだけども、何かと共感するってこととか、何かあの平坦な世界ですね、ある意味平等と言ってもいいかもしれない、その平等な世界の中に何が待ってるんだろうってことを考えながら彼女は生きていくことができたわけですね。彼女は13歳くらいの時に自殺をしようとするんだけども、ある時自殺をしようと思って川だか海だかのそばまで行くんですね。でその時にアブラゼミがセミがミンミン鳴いてるわけね。セミがミンミン鳴いてるのを聞いてですね、まあ、ある意味悟るんですね。自分が暮らしてるこの辛い死にたいと思う世界以外にこうやってセミがミンミンと鳴いてる、まあ、セミ自身も1週間しか鳴かないわけだかもしれないけども、それでもまあ懸命になって鳴いてるんですね。そういう自分とは別の世界があるんだと、これですね、この自分と別の世界があるっていう認識、これによって彼女は対語っていうのは大きく悟るというか、まあ、前提的な言葉だけどそういうことをするわけね。だからこれはとても大事なことで、自分とは違う世界があるということを知るために、まあ、例えばさっき言ったみたいフリースクールで赤ちゃんを相手にね、子供たちがみんなでこう議論し合うみたいな場があるわけでしょ。でそういうところでやっぱりあの違う世界があるということを知るわけですよ。子供の世界はもちろん自分たちが通ってきた世界ではあるけれども、もう今自分たちは違う世界ですよね。なんかそういう違う世界ってものがあるんだってことをお互い認識し合いながら、その世界を認めて、でその世界ともちろん自分が住んでる暮らしてる世界は違うかもしれないけども、お互いにね犯し合わないで生きていこう、暮らしていこうっていう考え方を取ろうとするわけですね。でそれが、まあ、あのとても大事な世界観というものを生み出すんじゃないのかなってことがあって、まあ、特にこのコロナ禍においてはこういうことがとても多いわけで、共感っていうのが、まあ、共感、これエンパシーというシンパシーに近いんだけど、感情的なエンパシーですね。そういう意味ではあのそういうものが強くなってくるとコロナ警察みたいなのが起こるわけでしょ。あるいはワクチンがダメだっていうことで、自分の子供のワクチンがダメだっていうことになって他人の子供のワクチンまで禁止してしまうと、他人の子供にも悪影響を及ぶわけですね。だからそういうことではあのエンパシーっていうものの、まあ、押し売りっていうか、エンパシーのある意味安売りの押し売りですよね。そういうものっていうのは、まあ、多くの集団に、まあ、不利益をもたらすわけなんですね。で基本的に彼女が言いたいのは、利他主義と利己主義、自分勝手な主義と他人のために自分を捨てるという主義が、これは一致するって言ってるんですね。まあ、恋の裏表みたいなもんですね。利他主義と利己主義、こんなのは、まあ、禅とか仏教の世界だと当たり前のことなんですけども、だって自分を自分に利するものは必ず他人に利するって前提で禅なんてありますからね、禅宗なんてね。だから当たり前とは思うんだけど、日常の中ではなかなかそういうことは思いにくいんですね。だから自分を利するためにどうするか、まあ、要するに共感というのは自分を利するためでしょ。これは恋愛と同じことで、恋愛というのは相手のことを好きだってこう相手になんか何もかも捧げるような気持ちで言いながら、実はそういうことが気持ちいいわけだよね。相手ももちろんそうやって思われて気持ちいいかもしれない。だからお互いに自分あの利他的なことをやってるの、愛情って利他的な、恋愛って利他的な行為を行っているようで、実は利己的なのね。そういう利他的だと思ってるのは利己的、あるいは利己的だと思いながら利他的っていうような、そういう関係というのはどこにでもいつでも存在しうるわけですよ。でそういうものを重要視しましょうって彼女は言ってるわけね。非常に分かりやすい言葉でたくさんの文献を使いながらそういうことを述べてるわけですね。いやそれは僕らにとっては非常にこう心強いし、あの非常にこう勉強になるわけでですね、僕もあちこちこうラインマーカー引いてしまって、あのまあこの Kindle ですからこういうのは非常にやりやすいんですね。あのこうやってラインマーカーこうやって引けるでしょ。引いて後で検索することもできる、後で用語によってこの用語検索もできるんですね。例えばクロポトキンってのはどこに出てきたかっていうのを本を調べると何ページ何ページ出てくるわけですね。これはなかなかあの読んでる普通のブック の本ではできないことですね。これね、だからそういうものをあの実現させてくれて、これ Kindle で読むのがいいかなって、おすすめかなって感じはしないではないですけどもね、そう思いましたけどね、ということを思いました。ということで、まあ、今日はあの前回もだいぶ長かったので今日このぐらいにして、本来15分の一冊の本なんで、したいと思います。まあ、実はこのあの本はもうちょっと詳しく説明したいところもあるし、まあ、山崎さんのね、マリさんの本なんかはまた別の形で紹介したいと思いますので、まあ、そういうことで、なんていうか、お見知りおきいただければと思いますね。うん、ということです。ということで、今日の一冊になりますけども、あ、出てこないですね。すみませんね。表紙すら出てこないですね、これね。時間かかって申し訳ありません。うん、
今日323冊目の今週は他者の靴を履く、他者の靴を履くブレイディ味覚を文芸春秋社刊行ということになりますね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。早いんですけどすいません。はい、ではまた来週。お疲れ様。バイバイ。